皆さんこんばんは、でんのこ天チャンネルのでんのこです。今回は配給のお話をしていこうかなと思います。すでに原作は完結して2年も経過しており、完結2周年となってもまだまだ人気を誇る名作となっています。過去の動画でも一度だけ投稿してるんですが、特に本家の動きがないのにファンの中でもくすぶっているものがある印象です。もちろん私もその一人ですね。加えて公式ツイッターで最近告知があったんですが、クックパッドライブ猫魔祭っていうのがね、開催決定しています。8月12日から東京大阪で同時スタートとなっております。カラスの高校と猫魔高校をイメージしたコラボメニューや限定書き起こしのグッズが登場するとなっています。完全にね、アニメよりも先に別のとこでゴミ捨て場の決戦がなされようとしています。なので今回はね、第5期があるのかないのか、果たして映画化になるのか、もしやるのであれば第1話はどうなるのか妄想していこうかなと思います。ぜひ皆さんのね、希望なんかもコメントしていただけると嬉しいです。でんのこ天チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーを中心にジャンププラスや集英社などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、でんのこも頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず第4期 To the Top からどこで終わったのかを振り返っていきましょう。もしアニメをね、最初から最近見ているっていう方はね、ネタバレになってしまうのでご注意ください。第4期はね、鍵山の全日本ユース合宿と月島の宮城県1年生強化合宿、それに乗り込む日向のね、エピソードが前半となっています。全国大会もね、1回戦椿原学園戦だったりとか、2回戦の猫魔高校の戦いだったりとかで、後半メインとなるのはカラスの高校と稲荷崎高校戦となっています。そして最後はね、3回戦猫魔高校との対決が始まるぞーってところでね、4期 To the Top はね、幕を閉じました。原作コミックで言うと、じゃあここどこなのかって話なんですけれども、最終話25話は原作33巻の292話のいつの夜も二度とないというね、このエピソードとなっています。タイトル的には若干アニメとズレがあるんですが、293話、その次ですね、の約束の地では、鵜飼監督と猫又監督の中学時代のエピソードがスタートします。そしていよいよね、ゴミ捨て場の決戦、全国でのカラスの高校 VS 猫魔高校のスタートとなります。おそらく過去の配給のアニメシリーズの流れからすると、第1期と第2期と同じ流れを取ることが考えられます。第2期ではね、セカンドシーズンなんですけれども、1期の最後のメインストーリーであるインターハイ予選で、青葉城西にね、敗れたシーンからスタートしています。なので、第5期はおそらく第4期の見せ場、稲荷崎戦のね、最終ブレイクポイントからスタートになるんじゃないかなと予想できますよね。つまり5期第1話の構成としては、前半4期のプレイバックから猫又監督と鵜飼監督のエピソードが入って、後半は猫魔戦の序盤紹介となりそうですね。かなり本作でもキーとなる目玉となる一戦なので、原作としてもかなり前置きがしっかり描かれているのが猫魔戦となっています。なので第2話からいよいよ試合開始となるのが一番綺麗だなと思いました。原作でいうところの293話を綺麗にまとめるという流れですね。具体的なところで言うと、鬼かなコンビを止めてやろうというね、竹虎に分かんないと答える研磨がね、第1話の最後となりそうです。はい、今回はね、こちら配給5期の第1話を勝手に予想していきました。妄想にはなりますけれども、もし映画化されるのであれば、もう猫魔戦をがっつり最後までやってしまうっていう可能性もあります。ただ結構ね、改めて読み返してみると結構尺長いので、これね、英語でまとめてしまうと正直ね、ちょっと詰まっちゃうかなと思います。なのでアニメでしっかりやってもらった方が原作ファンとしても嬉しいかなと思います。ぜひね、またそういう部分に関しても、5期どうなるのかなっていう部分ないんだから、やらないっていう噂もね、あるんですけれども、そういったものもコメントでお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。